1870年代のディックソンの広告ディックソンマニュファクチュアリングは19世紀のアメリカ合衆国に存在したボイラーや蒸気機関のメーカーである。特に蒸気機関車の製造により知られている。1856年にトーマス・ディックソンがペンシルベニア州のスクラントンに設立した。本社と店舗をスクラントンのペンストリートに構えた。その他にもスクラントンに 機関車工場であるクリフ工場をウィルクスバリとニューヨークにも事務所を置いた。しかし、開業から合併までの45年間の総生産量数は1000両程度であり、比較的小規模なメーカーであった。晩年には、校内用の圧縮空気機関車の製造で知られた。1901年、ディックソンマニファクチュアリングは、他の機関車、メーカー7社と合同し、 アメリカンロコモティブを設立した。アルコは1909年にディックソン工場での機関車生産を止めた。アルコへの併合前のディックソン製の機関車で保存されているのは次の通りである。また、蒸気動力の鉱山ケーブルホイストもデザインしている。山陽鉄道86鉄道院1 0 2二本に輸入されたディックソン製の機関車は1898年に 山陽鉄道が入れ替え用に導入した車軸配置0から6から0系の小型タンク機関車2両があるのみである。この機関車は1906年に国有化され1020型となったがすぐに払い下げられ、私鉄や専用鉄道を転々としながら1960年代まで使用された。ありがとうございます。